なるほどか。千尋さん、あの、まよいちゃんの具合はどうなんですか？体の方は心配ないわ。体力のは時期に回復するから。でも、心の方はひどく痛めつけられているわ。そうですか。もしかして、エリス先生の正体を？ええ、まよいには医務室で全てを話したわ。私が知っていることは残らず全部ね。まよいはとても強い子よ。きっと受け止められるわ、全てをね。全てをってどういうことですか？その答えはあなた自身で見つけなさい。そろそろ最後の法廷が始まるわ。真犯人の名前はもう分かっているかしら？あやめさんも教えてくれなかった。でもなんとなく輪郭は見える気がする。あの晩、被害者は奥の院の中庭で殺害されました。犯人が偶然そんなところにいたとは考えにくい。ということは犯人は最初から計画を知っていたことになります。そしてもう一つ、被害者は振り子を使って葉桜院側に渡されたわ。つまり犯人自身は橋を渡ることはできなかった。丸一日奥の院側に閉じ込められていたことになるわ。その通り。だから犯人は事件の翌日、葉桜院側にいなかった人物。私が協力できるのはここまでね。ここからはあなた一人の力で戦うの。ええ、分かっています。ありがとう千尋さん。ついにこの事件にも決着がつく時が来た。まよいちゃんは一体何を目撃したのか。ちなみに千尋さんはこの逆サイスリー以降はもう出てきてない、今のところ。だからね、最後なんだよ。はい、あ、なんだ、ここでセーブポイントか。そう、千尋さんとはもう、あれ、ここでバイバイかな。最後出てきたっけな。はい、では最後の方で行きましょうか。すごい、もう午後3時36分。だいたいなんか朝の10時か9時ぐらいから法廷始まりますよね。もうかれこれ5時間ぐらいはやってるってことだよな。すごいわ。審議に入る前に、先ほど検査の結果が届きましたのでご報告しましょう。検査？この小刀の血痕です。現場の松の木に刺さっていた。あ、私もすっかり忘れてた。あれですか、すっかり忘れてた。綾里と迷いが被害者に反撃した際の凶器だ。それで結果は、結婚はやっぱり被害者の。時間の関係で精密な検査はできませんでしたが、一つだけはっきり断言できることがあります。この小刀に付着した血液は被害者のものでありません。おう、以上です。それでは審議を再開しましょう。なるほど、具体的に誰の血かっていうのは分からなかったわけね。小刀に付着している血は舞子さんのものではない。じゃあ一体誰の。はい、小刀、血痕の血液型は被害者と一致しませんでした。検察側弁護側ともお分かりでしょうが、本件の審理はこれが最後になります。両者には決定的な立証を要請します。分かりました。聞くところによると証人の体力は限界に近いらしい。一気に行くぜ。はい、もちろんです。それでは最後の証人を入廷させてください。まよいちゃん。証人、名前と職業を聞かせてもらえるかい。あやさとまよいです。職業はなるほど、法律事務所の副所長です。まよいちゃん、ここにある資料によればあなたは暗い霊霊媒道の霊媒師ということですが。私、怖いんです。あやさと家の血を引いてることは。あやさとの血をめぐる事件、無理もないか。よろしい。さて、あやさとまよいさん、あなたは事件が起こった時奥の院の中庭にいました。そして天竜さん、エリスさんが殺害された瞬間を目撃した、間違いありませんか？私、何も見ています。顔を上げるんだ、お嬢ちゃん。え、目をそらさずに今お前を見ろ。泣くのはいつでもできる。もう私までちょっとね、すでに泣きそうなんだよな。ちょっと多分その理由はみんなも分かってくると思う。あんたの母親はあんたの目の前で殺害された。その事実はもう変えられねえのさ。
あんたにできることは一つ、決着をつけることだ。今まで散々見てきただろう。証人たちが身を削り言葉を絞り出すその姿、あんたの番で証言してもらうぜ。事件当夜、あんたの目の前で何が起こったのか。もう泣きそう、私も。証人、お願いします。はい、わかりました。はい、奥の院で起こったこと。離れの間で修行の用意をして中庭を通りかかった時でした。いきなり、あの、誰かに頭をぷかって殴られたんです。私、よろめいてしまって灯籠にもたれかかりました。思わず助けてくださいって叫んだような気がします。次の瞬間、私の体に何か温かいものが降りかかって、私そのまま気を失っちゃいました。ふむ、ポカッと。もちろんこの杖だったのでしょうな。それでもやいちゃん、君を殴ったのはやっぱり宮脇千奈美だったんだね。ごめんね、なるほどくん。私、わからないの。よく見えなかったから。そうなのか。本当だからね。く、若い女の子におすすめできない夜だったらしいぜ。どうやら証言から犯人を特定するのは難しいようですな。それでは弁護人尋問をお願いしましょう。まよいちゃん、どうも様子がおかしいな。はい、奥の院で起こったこと尋問していきます。はい、中庭を通りかかった時、あの晩、奥の院側には誰がいたの？それは、もちろんビキニさんだけだよ。後であやめさんも来るからって言ってたけど。ビキニさんは事件の翌日、ハザクラインに三剣に会っている。したがって犯人ではありえないか。それでまよいちゃんはあやめさんに会ったの？どうだったっけな。混乱してるみたいだ。確か会ってないな。多分私は修行の用意をしてる時来たんだと思います。誰かに頭をポカッて殴られた。一体誰に？あの、それが見てないの。殴られたの後ろからだったし。見てない。でもその後、襲撃者は目の前に立ちふさがったはずだ。見てないはずがないじゃないか。そう言われてみれば。ごめんね、なんだかよく思い出せなくて。まよちゃん、辛そうだな。どうしよう。いやー、ちょっと辛いところだけど、揺さぶる。こうね、まよいちゃんの言動に私は泣きそうになるんだよ、本当に。聞かせてもらえるかな、まよいちゃん。なぜ襲撃者の姿を見ていないのか。けなげだしさ、ほんと好き、まよいちゃん。なんでだっけ、あれは。そうだ、暗かったからだよ。暗かった？修行道の修行では霊行道の修行では余計な光を嫌うんです。そういえばそういう証言がありましたな。事件当時、中庭は暗かった。だから襲撃者の姿が見えなかったわけか。何かここに秘密があると思ったのにな。今までの証言から考えると、その襲撃者の正体は天竜さん、エリスさんが霊媒した宮脇千奈美です。それでは証言を続けていただきましょう。頭を殴られてからどうなったか。よろめいてしまって灯籠にもたれかかった。そしてどうなったんだ？私の前に悪者が立ちふさがったんだと思うの。思う？思いっきり殴られて、私もうパニックになっちゃって、頭の中同じ言葉がぐるぐる回ってたんです。ほほう、それは興味深いですな。ちなみにどんな言葉がぐるぐる回っていたのかな？私の名前はあやさと迷い、1たす1は2って。かわいい。私、記憶をなくさなかったかどうかが心配だったんです。本当おかしいですよね。命を狙われてたのに。本当に危ないところでしたね。それであなたはどうしたのですかな？まず助けてくださいって叫んだような気がする。はっきりしないの。私もう夢中だったからね。悪者の姿も暗くて全然見えなくて、男の人か女の人か女か子供か何にもわからないの。本当に怖かったんだよ。確かにこの私ですら少しひるんだかもしれませんな。
そいつはいつ襲ってくるかもわからなかった。だからとにかく何か叫んだの。それが最後の希望だと思って。迷いちゃん、かなり混乱してるみたいだな。言ってることがよくわかんなかったぞ。ちょっと聞いてみようか。最後の希望とは？ちょっと待って、迷いちゃん、最後の希望というのは？何？最後の希望って？いやいや、迷いちゃんが言ったんだよ。私そんなこと言ったっけ？君は姿の見えない襲撃者の方へ向かって叫んだんだよね、助けてくださいって。それが最後の希望だった。君はそう証言しているよ。ああそのことか。なんだっけな。まよちゃん大丈夫かな、こんな状態で。あのね、あ、そうだ、私悪者に向かって叫んだわけじゃないんだよ。なんだって？確かあの時悪者の後ろにあの人が立っていたの。だから私その人に助けてくださいって。今度はどうしたの？しまった、これ黙っておこうと思ったのに。え？ジョーニー、今の証言は本当ですか？襲撃者の後ろにもう一人の人物がいた。私それは隠しておくつもりで。何やってんだろう私。本音を聞きたかったら極限状態を狙え。それが俺のルールだぜ。極限状態？今のあんたは追い詰められている。嘘を考えたり隠し事をする余裕なんかねえのさ。ジョーニー、今の発言は言うまでもなく重要です。証言に加えていただきましょう。灯籠の明かりで見えたんです。悪者の後ろに男の人。その男の人一体誰だったの？それはそのさすがに見えなかったな。見えなかった？またか。だって灯籠の明かりなんてそんなに明るいわけじゃないから。灯籠ですか？屋内の中庭には大きな灯籠があるんです。修験者の修行があるときは小さな火を灯すんですよ。ほらよく言うでしょ、灯籠元暮らしって。近くの悪者は見えずに遠くの人は見えたわけです。あの時中庭には他に明かりはなかったから。私の体に何か温かいものが降りかかって。もしかしてそれは？その時はよくわからなかったけど多分血だったと思います。襲撃者エリスさんが霊媒した宮薙千波はその瞬間背中から犯人に刺されたわけか。その時私は腰が抜けちゃっていて雪の上に座り込んでいたんです。血はきっと地面にもパッと飛び散ったと思います。いや、そのまま気を失っちゃったと。じゃあその後のことは？覚えてません。どうやって助かったのかそいつも覚えてないのかい？めそうもない。あのそんなのもう見当もつきません。そいつは残念だったな。まよちゃんとはもう3年も一緒にいる。何か隠していれば僕には態度でわかる。そして今彼女は間違いなく何かを隠している。そう、灯籠に向かいかかった悪者の後ろに男の人が。やっぱここが気になるところですよね。灯籠、あ、これじゃん。屋内の中庭の灯籠、事件当夜故障のため明かりや灯らなかった。そもそも灯籠はついてなかったんですね、火が。ここだ。襲撃者の背後に男の人が立っていたんだね。その男が犯人だ。背後から被害者を刺した宮薙千波を霊媒した天竜斎エリス先生、つまり君のお母さん。犯人。迷いちゃん、君はその犯人の正体を知っているんじゃないかな。どういうことですか弁護人。この証人はかなり混乱しているようです。だから大きな勘違いをしていることに気づいていない。何のこと勘違いって。まよちゃん、事件当夜あの灯籠は壊れていたんだよ。
そうなんだ。屋内の中庭に明かりなんてなかったんだよ。そんな静粛に静粛に、いかがですか、護道賢治。コーヒーの澄み切った闇にミルクを注いでかけます。少年の心は今濁り切ったカフェオレだぜ。カフェオレ、コーヒー牛乳ですかな。弁護士の言葉がミルクなら、あんたはスプーンなのさ、裁判長。この私がスプーン。あんたも分かっているはずだ、マルほど。この証人の精神状態はかなり不安定な状態にある。多少の勘違いはやむを得ねえだろうぜ。残念だけどそうはいかない。なんだと。中庭に明かりがなかった、それが事実となると、さっきの証言には致命的な矛盾が生まれるのです。いいですか、証人は襲撃者についてこう証言しています。性別も大人か子供かすら分からなかったと。それなのに、その襲撃者の後ろに立っていたはずの人物について証人は、はっきり男の人だったと証言している。つまり迷いちゃんにはその人物が見えていたことになる。目の前に立った人物すら見えないはずの暗闇の中で。静粛にとどういうことですか、弁護人。暗闇の中で犯人の姿を見たなどと。あんた自分の言ってることが分かってるのかい。闇の中でどうやって見ることができるんだ。現場には他の明かりは一切なかったんだぜ。闇の中だからこそ見えることがあるかもしれませんよ。まよちゃん、君は闇の中で犯人の姿を見た。そしてその男をかばおうとしている。かばうですって。自分の母親を殺害した犯人を。勘のいい人なのもね、ここでわかると思う、多分犯人。そこから考えられる結論はただ一つ。君はその男の正体を知っているんだよ。お願い、なるほどか。私、何も知らないよ。だからもう。面白いぜ、なるほど。聞かせてもらおうじゃないか。証人が闇の中で一体何を見たのか、はっきりさせようぜ。まゆみちゃんは犯人をかばおうと必死だ。自分の母親を殺害したその犯人を。でもそれを見逃すわけにはいかない。僕は真実を立証するためにここに立っているのだから。それでは弁護人に提示していただきましょう。証人が闇の中で見た犯人の正体を。皆さん、いつぞやかのパートで覚えているかな、赤く光ったことを。あ、ていうかあれかな、1回目の裁判の時だったっけな、赤く光ったの覚えてます。停電が起きて。じゃあ行きますか。この人なんですよね。いや、もう泣きそうになる。闇の中だからこそ目撃された真犯人、皆さんも見てみたいと思いませんか。なんですと、一体どうやって。簡単なことです。この法廷に闇を作ればいい。闇を。弁護側は要請します。この法廷の明かりを全て消してください。あー、もう泣きそう。これはまさか。はい、やってくれるじゃねえか。なるほど。いかがですか、皆さん。これが闇の中で目撃された男の正体なのです。まよちゃんはね、これで分かったんだよね、護道さんだって。静粛に、護道賢治、一体どういうことですか。弁護人の主張は前に来てれずというほかありません。なぜ反論しないのですか。裁判長、尋ねる相手が違うようだぜ。なんですと。目撃したことは本人に聞く、そいつが俺のルールだぜ。まよちゃん、どうなんだ。君が現場で見たのはあの赤い3本の光だったんじゃないのかな。
いかがですかな、証人。違います。私、そんなもの見てません。まよいちゃん。被害者を刺した人が男の人だったって思ったのは、他にちゃんとした理由があるんです。なんだって。それは一体どういう。おしゃべりはそこまでだぜ、裁判長。おしゃべり。大事なことは証言で聞く。そいつが俺のルールだぜ。わかりました。それでは証言を続けていただきましょう。犯人を男であると知ったその理由は。はい。あれは事件が起こって私が気を失った後のことなんですけど。犯人について。気がついたら私、僕の家に寝かされていました。中庭に戻ってみると、なぜか現場はすっかり変わっていた。かがり火が燃えていて、死体は消えていました。灯籠の周りの雪もきれいになくなっていたんです。それは一人でやったんだから男の人だって思いました。犯人が男だと思ったのは事件の後だったわけですか。そうでした。すみません、私。護道検事の言う通り、あなたは今疲れています。多少の混乱はやむを得ないでしょう。それに、確かに現場の状況を考えれば、犯人は男性と思うのも無理はないようです。それでは弁護人、尋問をお願いします。犯人について。奥の院に寝かされていたと、事件の後ですね。気を失ったのは奥の院の中庭だったよね。うん、被害者は刺された瞬間だと思う。じゃあ、まよいちゃんを奥の院の中へ運んだのは。被害者を背中から刺した犯人ということになります。私もそう思います。犯人がまよいちゃんを奥の院の中へ運んだ。中庭に戻ってみると、なぜか現場すっかり変わっていた。まあ、あれは異様だったよね、あの現場は。もちろん犯人がやったことだろうね。うん、そうだと思う。どうして犯人は現場に再興したんだろう。犯人自身にとって何か致命的な証拠でもあったのかな。私、わかりません。今はまだ自信がないみたいだ。もう少し情報を集めてから聞いてみるか。うん、かがり火が燃えていて、死体が消えていたと。かがり火が燃えていた。うん、それわかったんだ。現場が変わっていたこと。犯人が火を灯した。そう考えるべきだろうな。暗闇の中では死体を運ぶなどの作業は不可能ですからな。しかし、そうなるとやはり気になりますね。そもそも犯人はなぜ死体を運び出したのでしょうか。確かに犯人自身には何のメリットもない。死体が消えることにメリットがあったのは、奥の院に一人きりでいた迷いちゃんかな。それでは現場の状況をもう少し聞かせてもらえますかな。灯籠の前の雪もきれいになくなっていたと。じゃあ、あの雪は犯人がずっと妙だと思っていた。不自然に切り取られた灯籠の周りの雪。屋内の物置にスコップがあったの。とっても重くて私には無理だったと思う。なんとも謎の多い犯人ですな。一体なぜ雪を持ち去ったのでしょう。確か雪の上には被害者の血が飛び散ったんだよね。うん、地面に座り込んだ私にも降りかかったから。つまり犯人は血の付着した雪を隠すつもりだった。そう考えるのが自然だと思いますけど。しかし、そう考えたとしてもやはり疑問が残ります。血の付着した雪を隠すだけだったのなら、何もこんなにたくさん雪かきをする必要はありません。確かに血のついたところだけ片付ければ済む話だ。どうやらこの雪にはまだ謎があるようですな。でもこれではっきりしたと思います。一人でやったんだから男の人だって思った。じゃあ、それまでは犯人を見ていないと。うん。でもさっきははっきり超えてたのに、襲撃者の後ろに男の人を見たって。ごめんね、太郎の君。
確かに犯人はかなり大掛かりなことをしている。死体を振り子で渡し現場にも手を加えた。一体何のためにそんなことを。迷いちゃんは気がついているのかもしれないな。さてここかな、揺さぶり足りないところは。うん、私実は現場を見て感じたことがあるんです。感じたこと？犯人は私のために証拠を片付けてくれたって。なんですって。あなたのために？あの晩屋内にいたことが分かったのは私だけです。ビキニさんが戻ってきて現場を見てしまったら、迷いちゃんが犯人だと思ったかもしれない。いや、きっとそう思ったでしょうな。だから犯人は事件などなかったかのように現場を片付けたと。ええ、きっとそうだと思うんです。今の発言は重要な手がかりになると考えられます。証言に加えていただきましょう。私のために証拠を全部片付けてくれた。お？じゃあちょっと今回はね、ここで終わりにしておこうかなと思います。では次回ね、ここの証拠を突きつけるところからやっていきましょう。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。やばい、泣きそう。